玩具技術研究所、最新鋭の精密工作機械が並んでいる。ここでは研究された原型、設計図、ゲージなどをもとにして炭素鋼、耐熱鋼などをよく磨き込んで型を作る、いわゆる金型の製作である。この金型がおもちゃの生命だ。新式の奈良井プライス版が鋼材をモデルに倣って彫り切り削る。一種類のおもちゃに普通80から300の金型を作り出さなくてはならない。この金型作りは金もかかり、日数も2ヶ月はかかる。各メーカーがバラバラにやるのではなく、共同でより精密で早くできる生産体制を作る共同工場の建設がこの研究所の主眼である。おもちゃ産業の育成からこの研究所に政府は4000万円、県も2500万円を融資し援助している。ここは将来日本玩具界のメッカとなるだろう。いろいろなプラスチックの部品がプラスチック成形機から生み出されてくる。